はい、こんにちは、マチュピッチュンです。今日はね、もうこのあと2時間後ぐらいに行われる、20時から行われる川崎 F1 の S 級の予選11レース初日、これをね予想してみたいと思います。12レースはね、ちょっとメンバーが良すぎて、これ F1 かっていうぐらいひどいメンバー、まあ高メンバーでね、ちょっとこれはもうためらいました、手出すね。はい、しかも一社の人間が一番強いというね、3人いてますんでね。ということでこのレースが一番筋書きがいいレースでした。まずはね、713戸田愛媛、そして山口敦也佐賀、そして3番の西岡、これ和歌山ですけど、が並びます。そして1人浮き駒、山本新喜千葉が浮き駒、そして山口多摩、よう逃げますねこの子ね、バック20回、そして、岡田康也、そして栃木ね、その後ろに G116勝、まあグランプリだけが取れへんかってんけどね、まあほんまに神様ですね、競輪界の、神山雄一郎という並びです。でね、もうこのレースはね、もうそんなに長いことを話さんでも、展開一つなんですよ。4番が逃げます、もう10中9まで逃げます。はい、そして5番に、岡田がついていって、神山が3車で、6番が何するのかなっていうことなんですけど、4号にといったらその後ろついていくと思います。はい、で713がまくりに回されるっていうことなんですけど、ちょっとまくるんがねしんどいです。戸田自体が97点でね、自力でね、もうこんだけ7点8点その差があるとね、ちょっと先行争いになりにくいというか、ならないと。一体山口どうするのってことね、3着までは、勝ち上がれるんですね。で4着が1人予選で、まあ、4着2名が、準決勝に行けるっていうことなんで、山口のこの点数やったら4着でも全然いけると思います。はい、それから山口がどうするのかなという、それだけのことですね。7番はね、車がまあほとんど動かないと思うんですよ。それをどうするかですね。はい、まあ、山口107点から点数あるんで、自前の足で4着ぐらいとは突っ込んでくれるやろとは思いますけどもね。で、まあこのね、もうほんまに分かりやすいレースで山口がバックを取る、それを7番がまくれるかまくれへんかというレースにはなると思います。はい、戸田がね、インで粘れるような選手やったらいいんですけども、まあちょっとその5番のね、岡田がね、まあ言うたって 102.6 点で、まあまあ差し決まってるんでね。そしたら一応ね、結果的にもこんな感じです。はいはい、まずはね、454の折り返しですね。はい、山口多摩が逃げた。はい、そして折り返し。はい、そしてもう一つは山口多摩から神山、3番手ついてる神山ね。5番が仕事しすぎて院が開けて、そこへスッと入ってくるケース。そして5番2番、岡田がね、ズボーンとこう4番が逃げたのを、3着までズブズブ行ってしもうたという、これが本命ラインです。はい、そして穴はなんやねん言うたら、1441、山口敦也ね、戸田の後ろについてる山口が自力で脅かすケースね、その1441、そして1番頭の73、当然13はラインですんで、西岡、まあラインじゃなくて並んでるんで13、そして17、戸田がまくったケースの差しですね。ほぼほぼないと思うんですけど、17。何かの展開なんで17になるんじゃなかろうかということですね。はい、これを、何でしょう。終わらないやねん、言うたら。この1番山口、そして4番山口多摩、山口敦也、山口多摩、そして、5番、6番。要するに、岡田、4番のか、マークする。それに、まあ、真ん中のラインの足を溜めて回れる山本新喜の2着。頭まではしんどいと思うんで、それの1646、56、これが、
大穴と思います。6番どっちにしろ足ためて回ってくるんでね、遠慮も会釈もいらないんで、もう直線入ったらもう思い切りぶち刺しに行くっていう、それだけのことなんで、はい。それと山口敦也から、岡田がね、山口をどうしてものあの多門を残そうと思って敦也がまくっていって、この子が頭になって、うん、箱の岡田があの2着に来るケース、張ったんやけど1番行ってしもたと。そして箱からそれの1号、これが大穴の4点です。はい。もう僕はね、あんまりね、そのこのレースに関して言うたらいじくってほじくってすることないと思うんで、もうほんま言うとこれ安いんで4554安すぎて、こっから3連単で力のある選手を3点ぐらい買うんがいいんかなと思ってます。はい。それかもう思い切って穴だけ狙って大穴だけ買うとくとかね、そういう風なレースやと思います。これね、初日で一番レースが読みやすいというレースになってますんで、全然4番の逃げ切りで、4-1 とかも全然あると思うんでね、あれなんですけど、今日はこういう予想させてもらいます。以上です。